どうも皆さんこんにちは、リモン鉄道チャンネルです。ひとまず地下鉄にて福岡空港駅まで移動しています。福岡空港は恵まれた場所に立地しているということもあり、天神・博多よりわずか10分程度で行くことができるんですよね。他の空港ならばバスでのアクセスが基本ですが、福岡の場合は地下鉄にてアクセスしているのがポイントが高いところでもあります。というわけで福岡空港駅に到着。今回乗車した列車は2000系列車の更新型の 2000N 系。前面部分だけ見ると2000系との違いがあまりないようにも見えますが、逆に側面を見てみると違いというものが一目瞭然ですね。なんだか大阪メトロの車両みたいですね。新型車両の紹介はここまでにして、とりあえず改札を出ていきたいと思います。改札を出るとすぐに国際線連絡バスの文字が見えてきました。今回主に紹介するのはこちらとなります。エスカレーターを上ると早速見えてきたのは国際線連絡バスではなく一般路線バス。ちょっと拍子抜けしてしまいましたが、福岡空港バス停は地下鉄と路線バスの乗り継ぎターミナルとしても機能しているみたいです。その他にも福岡発着の高速バスの途中経由地としても設定がされていることがあります。福岡空港周辺には飛行機からでも見えるような大きな看板が連なっております。そしてこちらが国際線連絡バスの乗り場です。連絡バスには空港利用客であれば誰でもタダで乗ることができます。最後に連絡バスを利用した2年前だとお客さんはものすごく並んでいたはずなのに、今となってはバスを待っているお客は私一人ということだそうです。ものすごく寂しいですね。運行本数も日中は15分間隔と平常時の7分間隔が恋しくも見えます。空港で働いている人のために朝だけは最大10分間隔で運行されているみたいですね。お、今回目当てとしていたバスがやってきましたね。国際線連絡バスは以前はノンステップバスにて運行がされていましたが、今回を機に連接バスへと更新がされました。それにしてもカラーリングがものすごく奇抜ですよね。巷ではゲーミング連接バスなんて言われていたこともあります。バスの車種はメルセデスベンツのシターロです。国産の連接バスが製造されている昨今ではございますが、西鉄バスはベンツの連接バスを積極的に導入しています。今回の連接バスの導入にて、西鉄グループの連接バスの総数は20台を超えたことになります。いつの間にか西鉄グループも連接バスを多数保有する会社の仲間入りをします。乗って真っ先に驚いたことなんですけれども、1両目の座席の総数が極端に少ないんですよね。これはおそらくスーツケースを持ってご乗車されるお客様に対する配慮だと思います。なお、このバス自体が一般路線に乗り入れることはないため、運賃箱などは付けられておりません。というわけで福岡空港国際線ターミナル南を出発、国際線ターミナル北、貨物ターミナル、終点福岡空港国際線の順に停車していきます。国内線ターミナル北を出発したバスはすぐに交差点を左折。これよりどこに向かうのかなと思いきや、一般車進入禁止と書かれたところへと入っていきました。そしてズームをしてみると明らかに物々しい柵が見えてきましたね。これよりバスは一般車がまずは立ち入ることができない制限区域へと入っていくのです。一旦停止の後に運転手がリモコンを操作すると、柵の一部が稼働し、バスが制限区域内へと入れるようになります。そして制限区域内に入ったバスは再び一時停止をして、また運転手がリモコンを操作します。するとバスを通すために開けた稼働柵が再び閉まります。この柵が完全に閉まりきるのを待ってからバスは制限区域内を走るわけです。制限区域内は2車線となっているため、このようにバス同士でのすれ違いというものもできます。高頻度でバスが運転されている時なんかは制限区域内で3、4台のバスとすれ違うこともできます。車窓より国内線の飛行機たちを見ていきたいと思います。このご時世ということもあり、国内線でもかなりの数の欠航のフライトが出ている模様です。ただ飛行機に乗られるとおぼしきお客さんの数は見る限り多くはなかったので、飛行機も以前に比べればかなり閑散としているのではないかなと思います。ただ国内線の飛行機が国際線と比べて相対的に多い理由としては、
おそらく物流の関係もあるのかなとも思いますがね。左手を見てみると飛行機に詰め込むであろうコンテナが多数見受けられました。続いて制限区域の外を眺めてみると運送会社の物流拠点がありましたね。国際線側に所在する貨物ターミナルから荷物を乗せ替えて九州各地へと配送をしていくのだと思います。続いて視界に国際線ターミナルが見えてきました。分かってはいましたが飛行機がたったの3台しか止まっていません。国際線はほぼ全ての便が欠航となっているため飛行機もご覧のように少ないのです。というわけで8分ほどで制限区域内を走り抜けまして、ここからは一般道を走行します。従来より間近に飛行機を見ることができてとても面白かったですね。特に飛行機マニアの方にとっては面白いのではないでしょうか。制限区域を出るとすぐにバスは福岡空港貨物ターミナルに停車します。飛行機からトラックに荷物を乗せ替える拠点のような場所でございまして、このように多数のトラックが停車していましたね。貨物ターミナルを抜けてからすぐにバスは終点の福岡空港国際線ターミナルに到着。国際線ターミナルのロータリーにはこのように連絡バスの待機場のようなところがございます。以前はこのエリアに無数の観光バスが停車していたのですが、このご時世ということもあり用途が変更されてしまったのかなと予想します。連絡バスは通常ならば国際線ターミナルにて乗降を行うため3階ではなく1階の到着となります。ただどうやらこのバスは国際線ターミナル到着後回送となるようで、到着後はお客を乗せずに去っていきました。そしてしばらくするとまた別の連接バスがやってきましたね。通常時は5台のバスが使われているみたいですが、現状のダイヤでは最悪2台あれば事足りてしまうため、わざとダイヤに余裕を持たせているといったような感じらしいです。以前はバス停にて運転手だけ交代といったようなことをやっていましたが、今となっては車両ごと改装されていきますからね。まあ走行距離の問題もあるとは思うんですけれども。というわけで久しぶりに福岡空港国際線ターミナルへとやってきました。ある程度察しはつくと思いますが、国際線ターミナルも見学していきたいと思います。レンタカーやバス会社の出張所ブースはこのような感じ、一っ子一人いませんでしたね。店を開けたところで現状誰も使わないし、まあ賢明な判断だと思います。続いて吹き抜けとなっている出発ロビーに3階へと登っていきます。おそらくここが搭乗手続き等を行うカウンターだとは思うんですけれども、ご覧のように誰一人としていませんでしたね。まあ飛ぶ飛行機がないのですから仕方がないのかなとも思います。ダメ元で飛行機の時刻表を見てみると、航空便の設定こそはされていたものの全便欠航となっていました。ダイヤ調整を名目とした欠航というものが少し気になりますがね。それも設定されている航空機は台北行きがほとんど、もっと他にも行き先はあったのだろうと思いますけれども、なぜか表示されていませんでした。というわけで3階ロータリーへとやってきました。スムーズに国際線の飛行機に乗り換えられるように3階にもロータリーがあるんですね。福岡行きの高速バスの多くもここにて降車扱いを行います。ただ現在においては3階ロータリーでのバス降車扱いは禁止となっているみたいです。場合によっては国際線ターミナルが閉まっちゃうみたいで、場合によってはここで降ろされてしまうと身動きが取れなくなってしまうそうです。そのため福岡行きの高速バスは1階ロータリーにて特別に降車扱いを行うみたいですね。というわけで今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。